いや、それこそね、吉ログの、この、先月までレギュラーだった金星さんいるじゃないですか。金星さんってうちらの先輩がいるんですけどね、私ずっとね、好きな芸人ランキングっていうのを15位まで、まあこれを作ってまして発表するとね、毎月のように皆さんに言ってるんですけど、1位がね、ずっとね、金星の有宗さんだったの、あの化け物の、たまにその番組オーディションでその、もともとお笑いファンですっていう、こうスタッフさんに AD の方で使えると、じゃあ芸人誰が好きなんですかっていつも聞かれて、その、できれば番組のスタッフさんもその、できればその名だたる方をで金星さんだったら多分西田さんの方がまだねまだお相撲さん芸人でね、お相撲さんだろう、で有宗さんね、じゃあ調べますって言ったら、えって言って、こっちって言われるもん、あれそうなんだよ有宗さん、ね、毎回さ、でもいい有宗さんが一番好きだったの、なぜなら優しいし面白いから、面白いしね、ずっと好きで、で、いろいろ他にもね、15位ぐらいまでいるんですけど、はい、で、我々ね、金星さんと世間知らずは毎晩ゲームしてるんですよ、通信のね、オンラインできるゲームしてて、だから電話してるみたいな感覚で携帯できるね、4人でどこに行ってもできる、で毎日それで喋ってて、私がある日ね、ボケでだよ、うん、女芸人だからこういうこと言うじゃんっていうボケ、今まで皆様に発表です、はいはい、今まで有宗さんが、金星の有宗さんが1位だったんですけど、好きな芸人ランキング、うん、ついに変動しましたって言って、私が、うん、じゃあ誰だ誰だってなってんだ、誰だ誰だ、じゃあ誰だ誰だ誰か誰だ誰か、違います違います、1位が変動はなかなかなかったから今まで、私が金星の西田さんですって言ったの、ボケじゃん、わかるじゃん、ボケって分かってる、それ分かります、言うじゃん女芸人そういうこと、はい、したら西田さんが、え、お前お前それはお前ちょっと待てよ、なんでいい男スタイルなんで、あの人お前そういうの人前で言うことじゃないだろとか言ってなんでこんな、でその後一言も喋んなくなっちゃったけど、マジ気まずかったよね、西田さんピュアだから本当に芸人ピュアだなと思って、ピュアだからダメだよ、ボケじゃんと思って、ダメだろ絶対なんやお前そういう感じで告ってきてるんだよみたいな、そう、その後二人でもできなくなっちゃって気まずくなっちゃってもう